ちは、奥中誠です、今日は皆さんが待ちに待ち望んだあのスペシャルすぎるお方に来ていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。どうもよろしくお願いします。白石修也さんです。はい、仮面ライダーウィザードでまこっちゃんと共演していた白石俊也です。よろしくお願いします。この間ね、はい、あの東映の YouTube のチャンネルで、はい、10年ぶりに会って配信番組が、はい、その時にまあなんかね Twitter でねまこっちゃんがあの暦について喋りますみたいなのがなんか流れてきて、でまこっちゃんがなんか窮屈そうになんか触れていいのかなどうなのかなみたいな感じで喋ってるのを見てて10周年かと思って、はい、でその番組に僕も出たいなとか思ってたらその東映さんから10周年でやりたいんですけどみたいなお話が来て、その時にお会いした時に僕の方から出させてくださいそしたらね高山ちゃんがやってたのも知らなかった。それは知らなくてさ、そうなんですか、うん、私なんかゆうちゃんのを白石くんが見てくださってその流れで言ってくださったのかなってずっと思ってて、分かんなかった。あ、本当ですか、うん、だからあの戸塚のビデオメッセージで、はい、高山ちゃんの YouTube 見てるよみたいなコメントあったじゃん、はい、あの時にあ、そうなんだと思って、いやなんか本当にその YouTube のコメントでもインスタでもなんか全部に白石くんとまだ連絡取ってますかとか白石くん元気ですかとか、それどういう意味なんだろう、すごい来るんですよ。どういう意味なんだろう、どういう意味なんですかね、うん、でなんかその言われても撮ってませんってバツンって言いづらくて、どういうこと、そのなんかファンの人に、あ、白石くん元気ですかって連絡取ってないってことね、聞かれても、いやー10年撮ってないしなって思いながらそうだね、そうなんですよ。だから今この画角に一緒にいることが、確かにね、なんかもうだいぶ風貌が俺違っちゃってるからねパントムみたいな感じになってるけどこの間もね、あのみんながいたからね、はい、あ、そうですね、じっくり喋るって感じでもなかったし、なんかそのウィザードの当時の白石くんと二人でゆっくりお話したことが多分あんまりないんですよね、うんうんうん、めちゃ変な感じがしますなんか確かにね、ウィザード10周年じゃないですか、うん、なんかこの10年間というか、うん、白石くんはどう過ごされてました。なるほどね。なんかみんなその10年間あったらすごいいろいろ変わってるんだろうなっていうのがあって、私もなんか10年で年も取ったし、この10年間白石くんの10年間が気になります。なるほどね。俺の10年間どうだっただろうな。でもね、そんなに変わってないかもしれない。まあ、プライベートでもさ、別に結婚したわけでもないし、仕事の感じも、まあ、割と映像がメインで、たまに舞台やってみたいな。私でもドラマで見ます。たまにちょこちょこ出てるんだけど、そうだね、そういう意味で、まあ、激変はしてないからさ、10年間で。いろいろあったけどね、もちろん。あ、そう、白石くん監督やられてましたよね。そう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 。すごいです。すごい。確かにだから、それで言うと、まあ基本的にまあ出る側としてやってる分にはあんま変わってないけど、そのまあ自分が撮る方とか作る方もまあ興味を持ち出して、まあウィザードやってる頃とかもまあ多少あったんだけど、でもそのやれるなんか技量もなかったし、チャンスもなかったけど、まあ言い続けてたら転がってきて、で自分で撮らせてもらって。そこはね、確かに大きく変わったかも。すごいですね。この10年で。どんな感じなんですか、監督さんやられるときってめちゃめちゃ気になるんですよ。監督やるとき、現場でって。演出とか、そのなんか、どんな感じなんだろうってめちゃめちゃ思います。あー、いいじゃないか。どうかな。編集とかもそうですよね、監督。編集も、うん、やるよ。簡単だよ。編集なんか、そうなんですか、うん、まあ、自分の使うところはでも全部決めてるんですか。ものによるけど、一昨年かな、去年かな、その
ワーワーの企画で、まあ、ショートドラマじゃないけど短編映画っていうのを撮らせてもらって、それ25分尺で、自分で脚本も書いたから、割とこう自分のもう頭の中では出来上がってて、脚本も書いたんです。そうそう、まあ、確実にこう説明 しなきゃいけないところと、まあ、あとは自由に役者さんに動いてもらうところみたいな、明確に描きたいものがあったりとかすると、もしかしたら他の普通の監督とかよりも僕の撮り方は役者さんに自由に動いてもらうことが多いかもしれない。そうなんですね、うん、撮影当時の思い出とかもお話聞けたらなと思ってるんですけど、うん、大丈夫？もちろんもちろん、何でも聞いて。そうだね、第一印象は、まこっちゃんほんとめちゃくちゃ可愛くて、なんかどこに行ってもウィザードはヒロインが可愛いみたいなっていうぐらい、まこっちゃんがめちゃくちゃ可愛かった印象がある。で、17歳にしてもまだ幼いぐらいな、まあ、背も低いしさ、子供な感じだったじゃん、はい、だから本当に美少女を現るみたいな、そういう印象。マジで、でもどこの現場行ってなんかそのウィザードはそのヒロインが可愛いみたいな、めちゃくちゃ可愛いってみんなザワザワしてたっていうぐらい可愛かった。私の白石くんの印象が、うん、大人な方だなって思って、今思うと多分3歳の年齢違う、21とかだってスタートしてる、もっと年上に見えてて、当初、うん、俺ももっと年下に見えてた。まこちゃんとの年の差ってなんか5個ぐらいなイメージだった。なんか本当にちょっと年の離れたお兄さんっていう感覚で、当時、うん、で今お会いして3歳だった差だったんだっていうことに衝撃を受けて、そんなになんかなったんだなっていう印象と、なんかすごく現場でもなんかクールなイメージがめちゃめちゃあります。そうだったかな、楽しんでやってたりって感じがあるけど、なんかあんまりその口数もすごく多い方ではなさそうだ。俺よく喋ってなかった。そんなことない。どうだった？喋ってないか。なんかそんなにうわーって喋ってた印象がなくて、でもまこちゃんとか高山ちゃんのさ女子チームがさ、なんかちょっと冷たかったから、ね、単純にそんな印象はあるよ。本当ですか、うん？そんなことないですよ。そう。ライブ配信してた。そう、ゆうちゃんがそうこの前 YouTube 出てもらった時に。うん、白石くんのことをライバル視して、俺のことを言ってたんですよ、うん、どういうこと。芸歴も同じぐらいで、うん、お芝居始めた時期もちょうど同じぐらいで、うん、白石くんは主演をハーってやっていて、それに対してちょっと敵対というかライバルしてもらったのかもねって言ってて、そうだったんだ、だからなの。確かに、なんか女子チーム、男子チームって本当分かれてましたよね、うん、あんまおはよう以外、無駄な会話とか聞かなかったですよね、うん、でも俺は全然多分全開に心開いてたから、うん、来てくれれば全然喋ってたと思うけど、なんか2人がそーっと外れてるから、もうあんまこう絡んでもあれなのかなみたいな感じはあったかもね。本当なんかこの前配信で収録した時に、うん、ゆうちゃんとかタスクさんとかも言ってたんですよ、うん、私もそう思ってたんですけど、うん、白石くんがウィザードの現場で作ってくれた空気感というか距離感がすごく私は居心地が良くて、うん、まあ慣れ合いにならないぐらいの距離感ではあったよね。すごい気持ちいい距離感で1年撮影できたよねっていう話をずっとしていて、うん、俺が作ったかどうか知らんけど。でも確かに俺が思うのは、あのウィザードのメンバーはあれだけ密に1年半ぐらい一緒にいたのに、誰一人嫌いになってないんだよ。定期的に集まった方がいいのかなとか思ったりもしたんだけど、多分1回ぐらい集まったんだよ、1回終わってからね、みんなでスタッフキャスト集まったとか、音声さんとか、そうそうそう、しますよね。で、なんかみんな別に
楽しそうじゃないっていうか。そんなことない。いやマジで集まり悪くて、久々に会おう、1年ぶりぐらいに会おうみたいになってるのに、なんか集まり悪くて。あ、そうでしたっけ。あとね、もう一個あるとすると、はい、結構呼ぶじゃん、2、30人、はい、なんとなく店とか俺が取って、俺が取っててさ、なんとなく幹事みたいなのもやってるわけ、僕が。いや、主演がやるってもうそれ申し訳ない。幹事みたいなのもやっててで、みんな途中から入ってきたりとか途中から帰ったりとかするじゃん、はい、で、その店を貸し切っててさ、1人いくらぐらいで、はい、飲み放題、食べ放題ってやってるじゃん、うん、途中で一緒だけ渡して帰ってくる人とかもいらない、いらない、いらないみたいな、あなるじゃん。だけどちゃんと1人で換算されたりとかしてて、そうですよね、もうみんな酔っ払ってそのまま帰っちゃうしとかで、俺やっぱその集まりやるたびに毎回6、7万ぐらいなんかなくなってて、で、そうそう、ちょっと頼りにしてたあのプロデューサーさんも誰よりの先に潰れたりとかしてて、これ開くたびに結構な額を俺失ってて、マイナスじゃないですか。マイナスですね。まあでもプライスレスかなと思って、もはやもうこういうきっかけがあって、マジで申し訳なさすぎます。だからみんなもうちょっとちゃんと来て楽しんでくれてたらまだいいんだけど、じゃああったから、俺がちゃんと言わなかったのも悪いんだけど、やめちゃったんだ、やめちゃったんだ。俺マジで覚えてるんだから、その時にタスクと純喜が遅れてきて、あいつら言ってましたね。でも遅れてないよみたいなタスクこの辺言ってたけど、絶対遅れてきてるんだよ。でお前早く来てくんなかったら俺ちょっと頑張れないわみたいな。そうですよね。1個あった、うん、ゆうちゃんも、その回にもちろん参加させてもらったんですけど、行くのにもめちゃめちゃ緊張して。マジでそんなに緊張するものかね。いろいろとありましたね。思い違いが、うん、何年経ってもその集まる回を白石くん自身が立ててくださったりとかして、だから俺もなんかこう10年ぶりとかになっちゃったのは俺のせいでもあるな、ちょっとなんか罪悪感感じてた。だからこの間本当みんなで会えた時は超嬉しかったし、いろんな気持ちになって。同じくです。なんかこの間そう本当にその後お話ししてた時に、あ、大人になったからちょっと私普通に喋れるようになったって思いました。感慨深かったです。そうだね、はい。あの後タスク送っていったんだけどさ、タスクもなんかまだ帰りたくないみたいな雰囲気だし、何この感じと思って。当時では話さなかったこととかお話できたり、純喜くんもなんか会いたかったなって思って。俺会ったんですよ。え、純喜と。あの後ですか。何日か前に。実はまたすごい話で、舞台やってたんだけど直前まで、この間まで、で戸塚の舞台やってて、はい、でちょうど大阪公演が被ったの、はい、で隣の劇場みたいになって、で同じホテルだったの。すごい。そう、戸塚が出てる舞台の他の共演者に何人か知り合いがいて、たまたま別のことに連絡取ってさ、同じホテルだよって言って、でじゃあなんか朝ごはんでも食べようよっつって、ホテルの朝食を、まあ、戸塚純喜とそれこそほんと10年ぶりぐらいにご飯食べて、で、だから今日、まこっちゃんの YouTube 出るから、戸塚何やってるんですって。で、マジで、今日のね、午前中だったらあいつ来れたんだけど。え、本当ですか？そう。で、夜だっつったから、ちょっと無理だなってなったけど、もしかしたら戸塚もここに呼んでたかもしれない。やばすぎますよ。でも、彼も本当に気になってるって言ってたし、だから戸塚は、高山ちゃんの YouTube 見てくださいっつって。なんか確かに俺なんかゲームやってるから、同じゲームやってるから多分できますわ。そうなんですね。ちゆちゃんと純喜くんのゲーム見たいですね。そう、だからトスカを高山ちゃんと一緒に送ろうかなと。いいですね。確かに純喜くんこの前やってましたもんね、見てるよ。そうゆうちゃんのなんか、そうそう、トスカとそんなところであるのってさ、なんかとっても奇跡的だしさ。そうですよね。まあ、あとは俺はそのまこっちゃんで言うと、はい、当時そのアイドルやってたじゃん、はい、で辞める辞めないみたいなところのタイミングでさ、多分その相談とかなんとなく受けてた思い出があって、あ、しました。いざイベントも最後全部終わった後に、白石君にどうするのって、
俺が聞いたのよ。そう、うん、聞いてくれて、ちょっとやめようかなって考えてますってお話ししたね。覚えてるんです、韓国料理屋で。韓国料理屋で。なるほどね。それは覚えてないんだけど、でもなんとなくまこっちゃんが今後の進路みたいなさ、どうしようかなみたいな悩んでいる時期だったじゃん、きっと。なんか俺はまこっちゃんに対して、まあ、背中を押したじゃないけど、多分女優さんとしての奥中まことを楽しみにしてるみたいな言葉を多分俺は発して、でなんかその後のまこっちゃんがだから実際に卒業するみたいなタイミングとかでも、なんかこの白石くんの言葉がみたいなことをなんか言ってくれてるような記事かなんか見たのかなみたいな、言ってくれてたでしょ、確か。わかんないけど、まこっちゃんがさ、当時まだ若かったし、10代とかでしょ、どういう風にやっていきたいとか分かんなかったけど、アイドルとしての活動に、まあ、限界じゃないけど息苦しさを感じてるのかなっていうのは感じ取ってたから、好きに生きなさいよみたいなつもりだったけどだそれがたまたまビザでやってたから女優さんっていう言葉になったんだと思うんだけど、だからその言葉を言って、ある種まこっちゃんの人生を僕が何か少し変えてしまったんじゃないかなみたいな。本当にあの言葉がめちゃくちゃなんか残ってて、記憶に、なんか本当にその当時ビザードやりながら、うん、息苦しさをすごく感じてて、私って何がしたいんだろうって、うん、何のために続けてるんだろうってすごく思う瞬間がたくさんあって、20代20歳迎えるのか、なんか葛藤してる部分がめちゃくちゃあって当時、その時に白石くんにその言葉をかけてもらって、私も好きなことしようってなるほど、ね、思えたんですよね。なんかその別に相手が嫌だったとかではなくて、なんかその自分をもうここで終わりにしようっていう区切りをつけさせてもらった言葉の一言でありました。だから俺はすごくそこの責任感みたいなものを勝手に感じててそんなことを軽々しく言ってよかったかなみたいな、本当に最後だったのでやっと思って、うん、白石くんが一人ずつにこうお話しされてたの俺が話してたのみんなに送ることがおしゃれですから、そうです、だから個人個人でですよ、その話してたのめちゃめちゃ覚えてて、素敵な主演だなってめっちゃ上からでも最終面談をしてたなんかみんなの最終進路相談祭みたいなとかいろいろ考えてくださってたんだなって、でもなんか本当にみんなに幸せになってほしいなと思ったんだろうね、今でも思ってるけどね優しい。でもさ、そんぐらいいいメンバーだったし、今日何喋るか分かんなかったからさ、はい、見たんですよ、ちょっとあの YouTube でさ、それこそ残り3話とかやってた見たの久々に、でなんか5人のあの空気感なんかすごいいいなと思って思ったよね確かに、うん、なんかあの無理がなかった気がして、うん、私は距離感とかも嫌すか、うん、嫌だなって思った瞬間一回もなかったもんな。いやいや、そりゃそうだって本当にリザードのままで、そのリザードの当時の白石くん年齢になった時に、うん、改めてすごいなって感じたのが、主演の作品でみんなにこう気配りとか人のことを考えられる、尊敬したんです。ああ、そっか、その後なんか舞台とかでやってたよね、主役とかで、ね、一回だけお花送ったんだ。あ、いただきました初舞台がなんかね、偉大さを感じました。そう、なんか自分でやった時はどうだったの。自分のことで精一杯で、人のことを考えれた余裕もなかったと思うんですよ。なんか特に仮面ライダーって1年半くらいあるじゃないですか、20歳とかの若さでみんなのことを考えながら自分も作品を中心に回さなきゃいけなくてっていう、その気量がすごいなってそんなかな思いました。そうかな、なんか当時意識されてた当時、はい、俺は幸いにもウィザードの前からちょこちょこ現場、芝居の現場入ってて、そこでやっぱりね、
敵な先輩たちを見てたから僕もこう主役をやる立場になったらこういう風になりたいなみたいな理想像はすごくあった。そうなんですね、うん、そういうのも大きかったかも。多分そうじゃん、まこっちゃんはなんか俺はそういう方々を見てまこっちゃんは俺を見て何かやるとする。いやなんか本当に自分中心になる作品って自分にうわーってなっちゃうんですよ。そのでもね、それも才能だと思うよ本当に。なんか別に主役の人でもこうやってみんなの空気盛り上げてやるタイプの人もいれば、もう自分のことで集中して背中で引っ張っていくタイプもいるし、それはバラバラで、俺逆に周りの人の目を気になっちゃうから気にしないタイプかと思っていました。ずっとめっちゃ気配りしてたんでしょ。あ、めちゃめちゃしてました。気になっちゃうから、あの人なんかつまんなそうにしてるなとか楽しそうじゃないなとかさ思うと、どうしたの？気になっちゃうから。でもそこをもう気にせずに自分の仕事でガッて集中できるタイプの人もいて、でその人もそれはそれですごいなって思う。リザードのお話で一番記憶に残っている話とかあります？覚えてます。覚えてる覚えてる。すごい。断片的によ。全部は覚えてないんだ。でも小読み楽しいのは割と覚えてるよ。インフィニティ会とか。ああ。めちゃくちゃ寒い中。海の中。海でやってたやつ。私めちゃめちゃ覚えてます。楽しい。小読みはなんか浜で見てる。浜で見てました。そうですよね。そうそう。なんか確かインフィニティのなんかリングがなんか涙から出るみたいなこと言われて、はい、体冷え切っててそんななんつって。でも死にそうになったよ。泣けって言われて泣け泣くとかいうそういう事件じゃないんだよ。早く温めてみたいなみたいな状況でもう泣けなくて寝ぐすりをっていう記憶がある。そうだったんですね、うん、泣くのなんかそうそう諦めるぐらい寒かった。あとねなんかバックハグをするんだよ。あ、覚えてます。マコちゃんがちっちゃすぎて、しかもなんかこう浜があって砂浜があった時に海側の低い方にまこっちゃんがいて、俺が高い方にいるから余計その身長差がなんか3、40センチぐらい開いちゃって、あまりにもこうなっちゃうからちっちゃくて穴は掘ったらバレないぐらい。え、自分でですか？そうそう、そうなんですか？そう、穴は掘って低くするけどそれでもちっちゃくてめちゃくちゃ足広げてバックハグをした方がいい。そんなご苦労をかけてしまって。いやいやいや、それなんかなんかずっと疑問だ。変身の時に変身のポーズをその場でつけてもらってますよね、うん、これってその場でつけるものなんだって思ってびっくりして、うん、しかも見ないでこうやってやられてたじゃないですか。そう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 、私一回変身した時にいやすっごいって思って初日から。確かに俺も変身ポーズとかってその事前にレクチャーされるもんかと思ってたら、そうですね、なんか何も言われなくて本番直前にわこんな感じかなみたいなやってましたよね。ノリだったから、そんなんでいいの？その場でつけるんだって思ったの、衝撃だった。なんかデート会みたいなのがあったの覚えてる？あー覚えてます。チャピングでね、まこちゃんがいろんな服着て小指じゃなくてまこちゃんになってたよ。もう私でしたよね。5着ぐらい着て、そう、最後気に入るものがなくてベレー帽をもらうっていう。逆になんか好きな会話？やっぱりケットシーが出る回は好きですね。ケットシーの回って何なんだったっけ？あのケットシーのファントムの中で一番好きで、あとあのベルゼバブ知ってますか？名前覚えてる。ゴキブリみたいな虫がいっぱい出てくるやつで、あれも好き。印象的なのは映画監督の話と和菓子屋さんの話も。ちょっと人形話がする。そうです、なんか、舞原監督がやられてたお話で結構感動する。確かに監督ごとに結構本の脚本のヒーロー違ったかもね。なんか好きなお話ありますか？急にサッカー選手になりたかったみたいな春とか。あった。サッカーされしたみたいな会話。あ、なんかサッカー少年が出てきませんでした？出てましたよね、うん、急にみたいな、うん、
もともとサッカー選手を目指してて怪我しちゃってみたいな。そうだった絶望仕掛けてたみたいなそうだったのみたいな。そんなつもり一切なかったけどね。あれですかね、白石くん自身がサッカーやられてたってことがあったんですかね。バスケだったらバスケだったじゃない。そっか、結構サッカー、なんか私白石くんサッカーのイメージがすごくあって、うん、なんかスタイル、ジャケットとか寒い時に着てる、はい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 、あれも東京ベルディ、ね、ベルディでしたよね、うん、その印象があります。確かにあれなんか当時のマネージャーさんに誕生日プレゼントで何がいいって言われて、ベンチコート、家に着るベンチコートじゃ買ってもらおうかな。せっかくだからステップエルディのベンチコートをやるやつです、はい、買ってもらって。確かに着てた。めちゃめちゃ白石くんのイメージだった。確かにね。もう私たちは衣装さんに用意してもらったベンチコート着させてもらったけど、なんか白石くんのベンチコートはめちゃめちゃ特別感があって。そっかそっか。そうなんです。結構あったかいやつ、ね、全部綺麗で、うん、私たちのあのガンガン、まあ、ローみたいなのなんかね、ストーブがあってね、あれでなんか燃やしちゃったりとか。いやだから俺もその結構大事に来てたわけで、あのこんな話どうでもいいけどさ、でそのガンガンで焦げちゃうんですね。焦げて穴開いちゃって中の綿とかが出てきちゃう。でそれはまあ下ボロボロになってくるんだけど、まあ、1年半使ってたから、うん、なんかさ俺衣装のさ、まゆちゃんってさ、はい、その本番前にそのベンチコート渡すじゃん。いつもこうボタン閉めてね、はい、マヤちゃん渡す前にボタンをパーンってやってたやるっていう遊びをしてて、はい、ちょっとセクハラっぽいんだけどバーンってなんか脱ぐみたいな。いつの日かそのボタンが取れちゃって、はい、ボロボロになって、はい、なんかそのベンチコートボロボロなんだけど未だに実家にあってなんか捨てられない。 あるんですね。あるだって、もうあの背中がもうイコール白石くんなんですね。本当に印象が強い。なんか僕も思い出が詰まってるから、ね、捨てられずにあるの。確かなんかね、俺ね一個だけそのウィザーとかにも語るとすると、はい、面影堂って、はい、まあ、おっちゃんが俺も住んでた輪島のおっちゃんがやってる面影堂のアンティークショップみたいな、撮影終了する前に面影堂のセットであった面影堂の名刺、はい、ありましたね、うん、あれを持って帰ってきて。え、そうなんですか。うん、でちゃんとなんか面影堂って書いてあったの、後ろになんか地図とか、それを未だに持ってるの。すごい。あの時の面影堂の名刺ちゃんと大事にしてる。大事なものを。そう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 、残してる。なんかこう、そうだね、思い出としてこっそり持ってた。私あの面影堂のセットすごく好きでした、うん、カウンターにいると落ち着くんですよね。そうそうそう、なんか本当に家感あっていうか家感ありましたね、うん、だから多分面影堂のあのあれ欲しかったの。ああ、あのセット最後になんかちょっと悲しかったの。面影堂の主みたいにセットの品をずっと言いました。そうだね。はい、大丈夫。こんなで大丈夫だった。あ、もう十分です。本当に。なんかまさか白石くんが YouTube に出てくれるなんて夢にも思わなかったですし、ファンの方もめちゃめちゃ喜びます。白石くん、なんかありますか？告知みたいな。僕が告知していいですか？お願いします。何かありましたら。じゃあせっかくなんで、10月期から、テレビ東京系で、スタートするドラマ記憶操作 3という、ドラマに出演しております。あと12月から舞台ジョン王というシェイクスピアの作品を初めてやります。まあ、僕もまだ結構まだこれからですけど、12月シェイクスピアぜひ来てください。まこちゃんもよかったな、行かせてください。あのサイの国の、そうそうそう、よくやられてますよね、そのシリーズ。ザ・舞台なんかすごい印象が、もともとあの蜷川さんでやられてたのを今吉田鋼太郎さんが引き継いで、
シェイクスピアシリーズを、シェイクスピア前作をやるっていう企画で、僕らは本当は2年前にやるって言ったんだけど、それがコロナに中止になっちゃって、その結果的にね、僕らがその最後 の, その作品になったんです。シリーズ。ありがとうございました。よく寝れそうですもんね。本当に。